檜山キャスターがお話をしているものがおすすめに上がってきた。多分数回前の満月が出る日だったのかしら、月の出る日のお二人のトークで山口さんがこう当たり見まして、いやちょっと今いないから言うんですけど、まあ、あの二人が揃うと雨が降るってよく言われてるじゃないですかと。そういうのって信じないんですけど本当にあるんじゃないかと思って、多分ですけど私とアイリンさんのこと言ってるんですよで私とアイリンさんがいたタイミングでどうやらその日曇ってたみたいなんですね。ただ檜山さやキャスターに変わった途端になんか晴れてきたっていうことがあったみたいで、なんか切り抜きでバレるからやめろって言われたんですけど言っちゃいますねって言ってて、あーバレてるなって自宅で思ってましたあれいつの動画なんだろうなと思ってます。一回謝ったと思いますあ、そうなんですか。あれ多分ね、あの一昨年の、あそんな前のがじゃあ私のおすすめに最近上がってきたんですね。これ一個前のスタジオじゃなかったです、ね、私は山口さんの言っていることにちょっと集中しすぎていて背景を見てなかったんですけどそれ多分あれなんですよ、あの月食、月食の時でしたか。月食特番で、ね松崎さんと山岸さんが特番でその直前まで入ってた時に、はい、曇ってたんですよ。はあ、見えなかったんです。なんか覚えてますで確かあれムーン の, 21時か22時か忘れたんですけど、その、はい、ね、檜山さんと話で入るタイミングになったら、はい、なぜか月食お天気カメラで見えたんですよであこれはっていうので思わず私ちょっとそういうのは一切信じない、晴れ女の男とか信じないんですけども、はい、ちょっとすごいことが起きてますっていうのでちょっとテンション上がっちゃったんですよね。そう、あこうやって時間差でも来るんですね怖いですね、切り抜き動画って怖いですね。本当に2、3日前ですもん私も恐ろしいですね。しかもそれを私に勧めないでほしいですよねYouTube もいやでそれ直後っていうかその後松木さんと2人で入った時に大変申し訳ございませんでした。 ありました、私が復帰してすぐとかそれぐらいでしたよね。復帰してすぐはあれはね、あれは何だよ、あれ別の謝罪ですかあれは別ですよ。ちょっと山口さんいっぱい悪口を言ってるんですね。あれはリボンさんの件です。まあ私のことですよねリボンさんなどと呼んでしまった上にと言えないところで言ってごめんなさいっていうやつが復帰されてすぐのやつだったと思うんですけど、なんか他にもありそうですね聞いてる感じいやこれね、今朝、私マイク切れたんですよ突然。待ってくださいね、私 100% 関係ないですよね午前6時半ぐらいだったんですけど、はい、もう始まって1時間半でマイク切れたんです。あんまりないですよね。ないですね、めったにないです、はい、っていうのを今日小川さん横にいたんで、はい、小川さんと話してました。えすいませんちょっと待って大変すいませんおかしく、私だってまだここにも来てないですし、そうです、です、別に念も飛ばしてないですし、飛ばされてんですかねみたいな。飛ばしてないですよ6時半はそうですね、朝がだいぶ明るくなるのが遅くなってきたなって、ちゃんとお天気キャスターっぽいこと考えてまして、それが飛んできたのかな飛んでないですっていうのを言ってましたっていうのは、すみません、これはもうあれです、自主扱いいいですよね、じゃあ脳幹ということで、あすいません大変申し訳ございませんちょっとこれからもいろいろ出てくるんじゃないかな、定期的におすすめの欄は見ておきたいと思いますよろしくお願いいたします。お願いします、すいません。いやまさか見れるって入ると思いました、うん、思わない思わないですよね。でも最後の最後で見えましたよね。あそうですよね、見えましたもんね、まさかですよね。
はい、幕張からあんなに綺麗に見ると思ってもみませんでした。ですよね、はい、ほらもうちょっと前の時間曇ってて、はい、この時間に晴れるっていう風に出してる予測モデルって一個もないんですよ。あ、そうなんですか。後の時間ほど悪くなるっていう予想しているのの逆を言ってるんですよね。じゃあかなりこう珍しいパターンなんですね。そうですね、スーパーコンピューターをもってしてもですね想定つかなかったのが、なぜ特番中だけ曇ってたのかっていうのをなんか考えてしまいますよね。なぜでしょうね。なんででしょうね。はい、これあんま言うとまたあの切り抜き動画で、はい、バレるからっていうのを前山岸さんに教えてもらったことがあるんで、はいはい、あんま言わない方がいいかなって思ってるんですけど、はいはい、絶対そうですよね。そうですね、ちょっとこう雨、うん、晴れ女っていうのがあるんですよ ね。いやなんかチャットの人がなんか結構早い段階からそれ今日言ってたんですよ二人揃えて大丈夫かな。あの来てましたよね。私もあの横目で見ておりました。これなんか私今日こういうなんかね、はい、占いとか私一切信じない方なんですけど、はい、あるのかなって思っちゃいました、ね、私結構晴れやすいんですよ。すごいですね9時から晴れましたよね。人が変わった瞬間でしたもんね。もう大声では言えないですかね。なので、はい、さっき同じこの、ね、天下名でお天気カメラで月出たのを見た瞬間本気でびっくりしたんですよ、はい、あ、見えてるってコンピューター出ていない。あ、今もね映していただいてますけど、まだ見えてますよね、はい、あの2時間全く見えなかったですから、ね月が全部欠けて暗いとかそんなレベルじゃなくて、はい、全く暗闇、もう曇りでしょ、はい、今見えてるんですよ。バッチリですよね。いやこれ今日一番話はもう驚きましたね。いや私もあのこんな風になるのかとちょっと内心驚いておりました。ちょっとあんまり言うとね切り抜きされてバレるんで、はい、ちょっとあんまり言わないですけど、はい、多分聞こえてないと思うのでこれもちょっと黙っといていただければ、はい、ぜひお口チャックでお願いします。いやびっくりしました。